はい、どうもこれです。福岡県に来ました。今回ですね、はい、なぜ福岡県に来たかと言いますと、はい、僕が生放送中にとあるシングルマザーの方から助けてほしいという相談が来たんですよ。どんなに議員さん、偉い議員さんに電話しても、市長とかに電話しても、なかなか電気も止まるし、ダメになられて、だけどドコモもダメになる。まあ何ももうできない。まあまあ本当にもう何もできないというまま内容がダウン症と自閉症を持つ娘と一緒に暮らしている母親とで障害年金をもらって生活してますと。その障害年金を銀行で下ろしてスーパーとかで買い物してる時に置いたまま帰っちゃったと、盗まれてしまったと。完全に自業自得なんですけどもでまあいろいろ行政とかに、はい、助けてほしいみたいな、生きていけないから、って言ったんだけど、まあ、誰も助けてくれんと。まあそうですね、でまあ電気と携帯も止まってしまう、支払いとかが滞納してたみたいで、ダウン症とかを抱えてる人って、はい、まあ結構こだわりが強いみたいで、で今携帯とかで自分の好きなコンテンツみたいなのを見つけたみたいで、それなんかちょっと病気が緩和されつつあるみたいな、電気も携帯も止まってしまうとまた病気が悪化してしまうかもしれないっていうのもあるみたいで、傍から見たら自業自得だろってなるけど、お母さんからしたらもう本当に死活問題で、まあ娘さんが20代で病気の影響やっぱ心はまだ子供みたいで、今までも大変な思いをして育ててきたと簡単に説明しましたけど、いろいろあって12万円ほど支援することになったんですよ。動画にするの結構大事だと思いますけどね、取り上げにくい内容じゃないですか。現実問題やっぱそういう病気の子ってたくさんいて、大変な思いをしている家庭がいっぱいあると、いうのでお母さんも病気の娘がいて大変な思いしてるっていうのも、取り上げてほしいみたいな言ってたんで、症状とか僕あんま分かんないんで、正直聞いたことあるけど詳しくあんまり知らないんで、お家にお伺いします。ならないわ。本当だ。あ、はじめまして。これです。お邪魔します。お邪魔します。すごく狭いです。すごく狭い。本当に狭いです。お邪魔します。あ、部屋暗いんですか。電気つけれないみたいな。電気がない。電気ない。明かりつけたらやばい。いや違う、明かりがないみたいです。あ、ない。ここですか、部屋は。もう今ここだけですか。ここだけですか。だからでもまあ物は確かにいっぱいありますけど、あ、ちょっとテレビ消してもらってもいいですか。すみません。あ、娘さん。服着てます？機嫌があまり良くない。あ、ありがとうございます。テレビ。はい、あ、これ大丈夫ですか。はい。先生、ありがとうございます。じゃあ、お邪魔します。鬼滅の刃だいぶ。なんか富岡さん好きな雰囲気あるね。あ、富岡さん好きなんだ。水の呼吸、11の方。泣き。今ちょっと富岡さんやったんですけど、まあ見た目が似てないね。デボカさんなんで僕。0.03視力。目があんまりじゃ見えてないですね。ああ。この間もちょっとお話をしたんですけど、こういう感じ。まあでも大丈夫です全然。はい。ちょっと目のやり場に困りはしますけど。ああ、だからカラフルなんですね。貼ってますもんね、壁にいっぱい。ちょっとあっちもなんかいっぱいなんですか。確かに下げ物とかもですね。すごい貼ってる。ああ、消しといた方がいいね。もあ、消さない方がいいってことですよね。そういうことですよね。ああ、モザイクだ。これはモザイク担当なんで大丈夫です。僕は負担が全くかかんないんで彼が負担かかるわけなんで。あ、これはじめ社長2号です。違うんですか。実は6はほら同じだって。実は6はあ、これリモコン。はい。もしかしなくてなんだ。あ、なんか見せてくれるんですか。何を。全部モザイクだ。大人プリキュアって書いてある。大人プリキュア。今 NHK ああ。ちょっとちっちゃい。あ、音がね。音がちっちゃい。ちょっと見せてあげるって昨日。今見なきゃダメですか。これだけさ。ああ。ちょっとお話はダメですか、一旦。後から。後から。ちっちゃい。ちっちゃいんですけど。ちっちゃい。じゃあちょっとこれ吹き返してあげて、ちょっともう。ああ。わあ。遅れちゃうわ。違う、これ今オープニングでしょ。え？これ。ママ。ちっちゃって。一難去ってまた一難。最初のやつです。音、あ、じゃあ大丈夫です。音、はい、すみません。これ音入っちゃうとちょっと一旦インタビュー止めますか、じゃあ。そうですね。おバカ。音下げて大丈夫です。音大丈夫です。ちょっとごめんね。ダメ。ダメ。なるほど。ダメか。え、誰かわかる？わかるよね。音が来ない。音がこのテレビで見出すともう絶対ダメなんだ。これ1話分ですよね。でも本当にじゃあ1話分ちょっと待ちますか。こっからここは娘の場所。ああ、もうやっぱ決まってるんですね。ここでお母さん飯食べてるんですか。でこの子は寝るのはここからここだけども、私ここなの。え、ここで寝てるんですか、お母さん。そうですよ。せめて布団とかがあればね。けど布団じゃないからね、だって。ものすごく寒いんですよね。うわ、寒い。ちょっといいですか。ピンマイクつけ。確かにね、お母さんちょっともうか細いんで声が。この格好もやっと着替えたという感じなんです。着替えた。もうこの子が出したものを私は一日中着とかなければいけないです。洋服は。え、どういうことですか。そういうこだわりもある。はい、お風呂に入るじゃないですか。はい。お風呂に入った時は必ずこの子が自分が着る用と私が着る服を出すんですよね。でそれ服着なかったらもうわーみたいな。もうその、昨日それで揉めて、車がなくなって、はい、この子を冷蔵庫の中に3本お茶が入っとかなくちゃいけないんですよ。あ、もうそれもこだわりがある。はいはい。やっぱこだわりめっちゃすごい。とかヨーグルト自体もヨーグルト1個でも入っとけばいいけど、1個も入っとかないとものすごくいいんですよ。そんな細かいところまでこだわりがあるんですね。なんかもう自分のものだけとかじゃなくて、着てる服すらもっていう。そうですそうです。それは自閉症の子の特徴といいますか、もうダウン症じゃなくて、もうそうなったら自閉が強くできると。結構こだわりが強い方なんですか、やっぱり娘さんは。生まれた時に全く動かない子だったんですよ。1歳まで泣かない、動かない、はい、奇跡的って言われたんです。ダウン症って、はい、あんまりなかなか歩けなかったり、なかなか首の座りとかも遅かったりすることがあるんですよね。自閉症の怖いとこ、急にこれが変わるんですよ。僕らがいてもですか。急にガラッと性格が変わる時がある。まず今はじゃあおとなしい状態と言いますか。はい、ありがとうとか好意を抱いている人にはこうやって見せたり、その踊ってみたり、それだけダウン症が出るんです。はい、今ここにこう置いてあるじゃないですか。はい、これを私がコロコロとかした時にこう置くじゃないですか。はい、もう必ずここじゃないとダメなんですね。これを何回もこうしてると。もう喧嘩に必ずなったり、今何も言わないのはこっちがついてるから何も。ただもう一時したら多分ここに置き出す。保育園みたいなところに入って、バーンって目覚めたんですよ、ね。人と触れ合ってから。リードみたいな感じで子供用のそういうのがあるんですよね。それをつけていかないともうバーン。走っていっていなくなるんですよ。その子その子によって違うじゃないですか。知能レベルはこの子3歳、24歳、24歳。プリキュア終わりました。ありがとう。もういいよ。もう大丈夫だよ。もう見らんで大丈夫ってテレビつけて。だからこうやってこれ音を消してもいいですか？音ちっちゃくしようか。音かこれやみんな。じゃあみんなお話があるけん聞けないっていいってこれやって、この間の電気のことを話さなんから、携帯のことと電気のことを話さなんからちっちゃくせんと聞こえない。いいって音いいと。お母さんとちょっと話するときはちょっと別の部屋とかでもいいですか？は難しいんですか？これ一緒にいないとダメみたいなあれですか？ああ、多分。あ、ちょっと。おばあや。テレビをつけるっていうのは珍しい方。じゃあむしろ喜んでつけてくれてるってことですか？これ。あ、そうですそうですそうです。オーマイガー。だから歓迎してる。いつもだったら電気を消すとこを電気も消さない、テレビをつける、プリキュアを見せるということは本当は嬉しいんだよって。ああ、なるほど。テレビがあるとですね。いって。ああ、じゃいいです。まあ無理ねいいんで、はい。テレビの音をちっちゃくして。ダメ、これやって。廊下この子が見えるとこだったらもう廊下のとこです。あ、見える位置にないとダメってことですか？そうですね。一回ちょっとお話しするからそっちに行ってくる。ここでお話して。まだ狭いとこで。あ、いやいや全然いいですよ。こういうものにもどこに何があるって自分で分かってるんですよ。ここにあるもの移動してもバレないだろうと思って移動したら気づかれるみたいな、はいはい、ある意味記憶力がいいというか。だって日常生活でね、あれどうやったっけみたいなのあるもんね普通に。今ってもうずっと家にいる感じなんですか？今もう車がないからですね。結構ここ田舎じゃないですか。車なくてどうやって誰も本当頼る人がいなかったんで。あ、あれですね、なんか身内とも縁切ってるみたいなでしたっけ？そうですね。あ、そうなんですよ。皆さん行政も頼れないし身内も頼れないっていうので僕のところに相談しに来た。買いに行く時はお一人で行かれるんですか？この子に一緒に行ってって言ったらもう車がないから行かない。おもちゃ買うのにあそこまで歩いていくのちょっと無理って言ったけど、サガグっていう話をしたじゃないですか。お茶がないと。買い物どれくらい歩いてるんですか？いつも40分ぐらいかけて買いに行って。歩いて。もしね、必要なら後で大量にストックで買ってきますけど。往復で80分ってことですか？そのくらいだから腰が悪い人に見せるのはどうかと思うんですけど、後で触られたら分かるんですけど、はい、もうこうなってる。その状態で80分もお茶買うために歩いてる。お茶重いですか？確かに。でもこれってそのお母さんが倒れてしまったら娘さん面倒見る人いないってことですよね。あ、でもこれさんの放送に出て、はい、結局元に戻ったじゃないけども、はい、みんながこう元に戻りだしたじゃないですか、はい、死が動きだして、その、はい、今までしてくれてた看護婦さんたちも動きだしてなってきたんで、私が倒れてしまったらすぐには施設に入居はできないけども段取りはしてもらってます。黒川さんの放送に出たことによって周りが変わってきてくれたってことですか？私、はい、これさんに、本当感謝してて、それを見てる人がいたんだ。すごっ、うん、生放送見ててってことですよね。そうです。そんなことがあったんや。私の声ではなくて、めっちゃすごいやん俺。この子の声この子の声って独特じゃないですか。まあ、はい、特徴的ではあります。はい。で分かったみたいで、私がこれさんに初めて電話してた時に、はい、ここから歩いて郵便局に行ったのが1時間かけて行ったんです。でその時にちょうど15日だったんで年金の方たちが多くて、はい、並んで買いとこも悪いから母言いながら行って郵便局の中で全部袋に入れて封筒に仕分けして、はい、その後にお茶を買いに行ったんです。でその時にお金をないないってなって、うわ落としちゃったんですよね、お金をね、どっかに。自業自得って思ったんですけど、まあ、その状態で毎日こうやって続けてて、しかも何年も続けてて、一回ね、まあそういうお金を落としてしまうこともなくはないかなと。うん、体力は持たない。娘さんの方が力強いだしね、今。もう今押し倒されるので。うわカーッとなるともう血圧が上がるから、もうこれ以上上がったら本当に私またもう分からない。なるほどね。怒るに怒れんというか。怒るくらいならばもうそれ以上ものを言わない。ご飯を淡々と作る。一日この子4食今食べてるから。一日4回。まあ、俺もですけど。最終的にはこの子がご飯食べるの朝3時とか、もう俺もっすね。でも3時配信終わって大体そのぐらいに食べてます。寝れないじゃないですか、ご飯しなくちゃいけないから。そのご飯も決まってるから合わせるの、まあ、確かに深夜3時に飯を作らなきゃいけないっていうのは、ご飯と味噌汁とおかずとかありますよね。それも決まってるんですか？もうこれ決まってます。ご飯と味噌汁絶対ないとダメだ。うどんとかじゃダメなの？どん兵衛とか。あ、ダメなんだ。いや、きついだ。で、その時に必ずバナナとヨーグルト持ってないとダメなんですよね。毎日やってるんですか？毎日です。それやらなかったらどうなんですか？やっぱ起こしますよ、ずっと。ああ、なるほど。作ってって。で、寝れないのか。茶碗は洗わない。自分が食べ終わったらずーっと。食べたよ食べたよ、だから茶碗洗えよみたいな。すごい失礼な話なんですけど、嫌になったりやっぱしないんですか？いや、何回も私、まあ捕まってもいいから一緒に。よく介護疲れであるじゃないですか。私、あの人たちの気持ち分かりますもん。初めから何もできない子だったら私は多分そこまでならないと思う。でもできてた子がいきなりできなくなってこういう状態になってしまうと、今まで私がしてきたことって全てが無駄だったのかなとか。お風呂も一人で入れるのにお風呂入れないから。あ、じゃあ今一緒に入っている。2時間近く入ってて、それも一緒に付き添ってないとダメなってことですよね。母さんこんなに大変だっていうのはあんまり分かってなかったかもしれない。24時間テレビとかでなんか感動みたいな感じで取り上げてくれるじゃないですか。そんなことないですよ。いや、全くないね。全然違うから、やっぱそういうとこは多分見せてないんだろうね、テレビは。本当にこれは誤解してほしくないんですけど、はい、みんながみんなそうではないということ。まあそうですね。はい、ちなみに娘さんにはちょっとなんかお話しするみたいなやっぱ難しいですかね、やっぱ今の現象だと。そんなことないと思いますよ。起きて今笑ってるんで。またちょっとねお邪魔しますよ。僕の動画とか見てます？見てます。見てる？お。お気に入りの。確かに。ランが。YouTube？ ラン。紙にマスコミって書いてある。そうです。マスコミ。お兄ちゃんたちのことをマスコミって言うと。あ、そういうこと？あ、マスコミ。マスコミ？仕事。仕事ね。マスコミの仕事してんだね。タブレットの下に紙がありますよね。さっきみたいな文字をずっと書くんですよ。仕事じゃん、これ。仕事。仕事してんのね。仕事、これ見してみてよ、これ。仕事はクリラス。おえ、クリスマス。これ何？マスクとか書いてあるから。マスク800円高くない？800円。仕事。仕事。転売屋。笑ってくれてるやん。分かってんのかな。転売ヤーしてんの。お、これはなんだ。夢。曲。あ、歌詞。自分の曲作ってるんだ。これはプリキュアの曲だ。あ、プリキュアの曲だ。じゃあ、プリラズレンズ。あ、練習するとね。あ、練習用にね。ずっと歌ってくれてるやん。本当だ。仕事動画見せてくれる？おお、いっぱいある。プリキュアの歌詞だね、これね。僕たちのためにね。やってくれてるんですね。ありがとう。ありがとう。すごいじゃん。すごいじゃん。やればできるじゃん。あいてるじゃないの。もう今首絞められるからね。全然ね、多分もっとね話いっぱいあると思うんですけど、ほんの一部しか聞いてないですけども、それだけでも結構ね、過酷な現状だなっていうのは多分。なんとなく伝わったとは思います。機嫌よくてこの状況なんですよね。ってことですよね。今超機嫌いい。超機嫌いい。超機嫌いいわけですよね。お。トイレ？あ？充電おばあや一回さお尻出てる。どういうタイプの充電器ですか？確かにこれどういうタイプの充電器？切っちゃうんですよ。切っちゃうから。切ってしまう。もう箱でこうしとかないととてもじゃないけど、もう何回もこの切ってしまうんですよね。明日今充電。東京リベンジャー。東京リベンジャーズ。あ、明日東京リベンジャーズ。ありがとうございます。パーチン嫌いです。マイキーね。この中にひよってるやついる？似てる。お、でも喜んでる。いや、そういうことやね、やっぱ。こういうことや。あ、こうやってた。お、YouTube さんがいました。ん？え？あ、こうやって。ゆっくり。何？あ、これ。あ、これってた。何？YouTube。何の YouTube？ お兄ちゃんの？うん。お、俺の。これお兄ちゃんの YouTube。うん。YouTube 見たよ。見た。おお、ありがとうございます。好きなとこ言わんねや。おい、ババーっていうとこが好きなんだね。ママもババーだけど。ババーって言うと面白いんだよね。ああ、やりますよ。面白いんだよってね。やりましょうか、今。おい、ババー。めっちゃ笑ってるけど。でも、これが着物さんとか、耳が花瓶だから、声のトーンがあるんですよね。音がダメみたいで。ダメなんですよ。見ないんですよ。着物の声は。お、見てる。お兄ちゃん見たね。あ、僕見てるの、ありがとう。憧れてるってます。憧れてるって。この間見たのは不倫。不倫ね。でもその不倫って言ったってこの子全くわからないです。ああ、そうか、悪いことかどうかもわからない。ということでね、ちょっとダウン症とか自閉症のこと、ちょっとね、前よりは詳しくしてたんで、ここに来てお話聞けてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうわ。ありがとうわ。ということでね、お茶買ってきました。めちゃくちゃ重いですけど、これもね、一人でね、歩いてね、持って帰るってね、大変なんですけど、買ってる時に気づいたんですけど、お母さん、アマゾンでは買えないのかって。安いからね、スーパーの方が。スーパーの方がね、確かに安上がりですけど、ちょっとこれ、ずっと続けるの、体的にきつそうですけど。アマゾンの方がめちゃめちゃ安いです。え？スーパーで買えるアマゾンの方が安いの？アマゾンやり方知らないんだと教えてあげた方がよくない？確かに。よいしょ。で、お母さん、アマゾンってやってます？わかんないですか？いや、今してないです。してない。でもアマゾンの方が安いですよ。スーパーで買うより。うん。あ、そうなんですか。はい。ありがとう。はい。お話ありがとうございました。お兄ちゃんたちとお写真撮ってもらわんでいいと？あ、写真。写真撮ろう。やだ。俺写真断られたの初めてなんですけど。笑ってる。うん、恥ずかしいです。じゃあ撮ってあげる。写真撮ってお兄ちゃんの家にバイバイしよう。2回断られた。初めてです。自分は動きたくない。ああ、こっちに来いってこと？ああ、全然いいですけど、はい。本当に写真撮りたいこれ。あ、でもなんか撮りたそうだね。起きた。お、撮りたそうやん。うん。やっぱそういうことなんだね。やっぱ今俺たちはさ、なんか嫌がってんのかなって思ったけど、やっぱお母さんちゃんと理解してて、恥ずかしいだけだと、理解するのもちょっと難しいところありますけどね、まあ、少しでもねみんながねこう理解してもらえるような環境になればいいなと思います。ただコメントは怖いです。コメント優しくね。うん、本当にお母さんが見るんだからね。お母さんが見ると思って言ってくださいよ。本当ね、倒れてしまう。お母さん倒れたらどうすんの。本当にお母さんの今までの苦労っていうのはね計り知れないものなんでね、それをね考えてお願いしますよ。はい。